今年帰国から20年を迎える拉致被害者の曽我ひとみさん、自身の帰国後、拉致問題に全く進展のない状況に岸田総理には思い切って行動してほしいと訴えました。佐渡市小木地区で今日、拉致被害者の救出を訴え署名活動を行った曽我ひとみさん。今年10月で帰国から20年を迎える心境を問われ語ったのは、拉致問題に進展が見られないことへの苦しみです。私としては、できる限りの、活動を、してきたと思いますが、進展が何も見られないということに本当に最近は腹立たしさを強く思っています。帰国後長い時間が過ぎたことで、共に拉致され未だに再会を果たせていない最愛の母三好さんとの時間を思い出すことも難しくなっていると話します。また横田早紀江さんなど親世代の被害者家族には、何としても娘との再会を果たしてほしいと願う曽我さん、政府への訴えに力を込めました。岸田総理大臣には本当に北朝鮮に思い切って乗り込んでいって、トップ会談を必ず一日も早く実現させて、あらゆる手段を使って、努力をしていただきたいと心から願っています。